様、こんにちは。津田川です。2020年12月12日土曜日朝の10時3分です。おはようございます、こんにちは。はい、現在地福井県敦賀市国道27号線、これから北陸道とりあえず敦賀インターまで行きます。で、大阪に帰るんですけれども、どういうルート紹介しましょうか。ちょっと前に舞鶴道横川ジャンクションまで全区画お伝えしますということで、161キロか162キロかそれぐらいの工程を2倍速でお伝えしたかと思いますが、じゃあ今日は北陸道で舞原ジャンクション、そして名神で帰るかみたいなことにするのか、綾部まで行って京都縦貫道で帰るのか、小浜まで行って下を走ってみせるっていうのも、もう2回か3回かそれやってますよね。遡るとご覧になれると思うんですけれども、国道162やったかな、小浜から山越えで京都京丹波の方に向けて帰ってくるみたいな、そういう山越えの高速料金ケチケチルートをご案内したことがあるんですけれども、まあ、それ1回だけじゃなくて 2、3回やってるのかなみたいな。北陸道こそまだ1回しかやってないかもしれないね。どうしよっか、 どこをご案内してほしいですかみたいなことなんですけれども、とりあえずせっかく福井県に来て、敦賀の 10km 以上先、故障者のため注意が必要です、街の中を走ってるということもありまして、普段は一般道あんまりお伝えしないんですが、まあね、街の風景を見ていただきながらちょっと考えるということで、どうしようかな。本当には土曜日っていうことで、お仕事の車は少ないかもしれないけれども、朝10時6分お店が開く時間になりまして、ちょっとお出かけの車が増えてきちゃったのかな、それとも工事してて進まないのかなみたいな。この道路バイパス道路のような感じなので、ね、北陸道のインターまですっと5分ぐらいで行くんかなと思ったんですけれども、まあ進まないですね。どうしたんでしょうね。工事中、片側通行って書いてますね。高速のインターぐらいまではそっと行かせてほしいね。さあ、どっから帰ろうかな。山越えルートは今日現在の話しますと雪積もってないんで、山越えルートをご紹介するチャンスではあるんですけれども、ちょっとね、天気予報晴れっていう予報やったと思うんですけれども、雨がばらついております。舞鶴道またね、横川ジャンクションまでっていうのはもうこの前やったばっかりなんで、それはやめまして、京都縦貫道通るか、国道の山越えをご紹介するか、北陸道名神で一番早くて一番楽な帰り方で帰るか、まあ一応うちの会社は全部高速乗れるところ全部乗ってくれっていうことなので、勝手に下降りてね、高速道路の料金を節約しましたよみたいな、そんな帰り方しても会社喜ばないんですよね。事故したらどうすんねんとか、まあ、帰ってくるの遅なったらあれ私に払う残業代の方が金がかかるじゃないかみたいなこと言われてしまうんでね。なので高速道路ね、料金が何万円かかろうとも高速でさっさと帰ってこいみたいな、そういう言われ方はしておるんですけれども、
な。山越えがね、あの高速道路で帰るのとそんなに遜色ないぐらいの時間で帰れてしまうんですよね、国道通って。あれ運転非常にしんどいんですけれども、道が古いからガタガタやしね、あので、狭いところで前から大型トラックとかが来たら、あのね、あのなかなかかわしにくいところが何箇所もあるようなところでとかで、その地元の、ね、軽自動車とかがゆっくり走って、その後後ろゆっくり走ってたら、ね、まあ、時間かかってしまうしとかいうこともあるし、どうでしょうね。素直にここは名神で帰りますか。で、来るときに、西宮から名神お伝えしたんですけれども、帰りは、刑事バイパスを降りていって、で、第二京阪で近畿道までぐらいでお伝えしましょうか。そのパターンは何回かお伝えしてるかと思うんですけれどもね。はい、たった今方針が決まりました。なんだ、北陸道敦賀インターで乗って、そのまま0キロポストの舞原ジャンクションまで行って名神高速に入ります。そして名神高速瀬田ジャンクションやったかな、草津ジャンクション、新名神のジャンクションを越えて瀬田ジャンクションやったと思いますけれども、あそこから刑事バイパスに入って組山ジャンクションまで行って、第二京阪で大阪の方に向かって近畿道の門真ジャンクションまで出るという、そういうことでお伝えしていきます。かなり長い、また2時間以上の動画になりますんで、途中2倍速でやります。2倍速でやりますが、かなり長時間の動画になります。ご視聴ね、私の動画見ていただく方、短い動画じゃなくても長いやつばっかりなんで、私のやつは斜め左方向です。毎度毎度お疲れ様ですということですが、よろしくお願いいたします。で、もしよろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンみたいなやつで応援いただければ嬉しいです。あとね、160m、 もうちょっとか、1キロぐらいあるんかな。あと1キロ以内ぐらいで敦賀インター乗ります。敦賀インター乗ったあたりから2倍速でやりましょうか。キロあるみたいですね。あとね、この辺りバイパスみたいな道路なので、あと1回ぐらい信号引っかかったらもう信号ないかと思います。インターまであと 1.2 キロあるんですけども、もう信号の数はあと1個ぐらいじゃないかと思います。ヒヤリハット地点があります、ご注意ください。北陸道まで1キロ、福井まで60キロ、越前市まで37キロと書いてます。今現在地は敦賀市内、福井県敦賀市。およそ700メートル先左方向、北陸道方面入り口です。雨がこのように降っております。でも今日はまだ暖かいので雪ではございません。今日明日までは暖かいんですが、明後日月曜日、週明けてから本格的な冬の寒さが来るということで、この辺りも雪が降ったり積もったりするんじゃないでしょうか。左方向入り口です。はい、もうそろそろ敦賀インターです。まもなく敦賀インター左方向入り口です。敦賀インター高速入り口です。ここから 900m ぐらい行って料金所くぐります。もうこの辺りから、
ね、もうすでに動画10分経ってますが、ちょっと時間がもったいないのでこの辺りから2倍速に切り替えさせていただきます。およそ700メートル先、料金所です。2倍速です。北陸の敦賀インター料金所手前です。およそ300メートル先、料金所です。その先50メートルで右方向、前原、バイス渡瀬道方面です。まもなく料金所です。その先50メートルで右方向、前原、バイス渡瀬道方面です。続いて右方向、左手が岐阜、石川、富山、新潟方面、右手が大阪、名古屋方面となっております。雨やって言ってたかな。天気が悪くなってきました。大阪は晴れてると思うんですけどね。福井だけじゃないですかね。そんなことないか。はい、北陸道入りました。46.5キロポスト、10時15分です。敦賀ジャンクションです。敦賀ジャンクションは小浜舞鶴と書いております。舞鶴道の方に舞鶴パパラ通りに復帰します。 45.9キロポスト、10時16分で復帰しました。左手の広いスペースはチェーン着脱場です。北陸道舞原ジャンクション向き、制限速度は80キロです。この先左からの通りがあります。ご注意ください。45キロポスト、キロポストで敦賀ジャンクション合流。オボトンネルが1130メートル。
山ヶ瀬トンネル 1270m。 31.7km ポスト、チェーン着脱場、31.5km ポストあたりまでございます。これより8km、相当長い区間、下り坂 2.5%、 下り坂が続くようです。ご注意ください。 31km ポスト、10時28分、サービスエリア26km ポスト、 25.9km ポストの入り口、10時32分です。この先左からの合流があります。ご注意ください。 25.3km ポスト、10時33分、静ヶ岳サービスエリアからの合流です。
ンマーの工場の看板が見えております。日の本インターまで1キロほどです。
用ポストですね、全着脱場がございます。10時53分、500m 先に舞原ジャンクション。
左手に行きますと関ヶ原名古屋と書いてございます。大阪に帰りますので彦根京都と書いてある方、右側の方に進みます。左車線がなくなります。ご注意ください。相原ジャンクションです。10時54分、ここに0キロポスト書いてるのが分かりませんでしたが、この辺りが北陸道の0キロポストということです。名神高速に入ります。名神406キロポスト相原ジャンクション10時54分、406.2、406.3。名神高速のキロポストは西の方に向かって終点西宮インターに向かって数字が増えてまいります。東京を0キロポスト、東京からの距離が406キロですが、彦根インターまで6キロ、加賀サービスエリアまで11キロ、後藤三山パーキングエリアまで17キロとなっております。看板飛びます。彦根6キロ、後藤三山16、東海市27キロ。上り坂 3.9%、 きつい上り坂が続きます。名神高速制限速度80キロ、480キロポスト。
高さ3000円まで1キロ。7キロポスト11時4分タガムサービスエリアです。 417.5 キロポスト11時4分変わらず。418キロポスト超えました。18.4 キロポストで合流いたします。11時5分419キロポスト東京の日本橋から419キロということになります。山崎ジャンクションを越えたあたりに500キロポストがございます。今回のルートはそちらに行きません。名神高速下り線東京から420キロ
を越すと11時14分です。この辺りから大阪の豊中インターまで95キロとなっております。 429.5 キロ越すと95キロで豊中インターに着きます。今回のルートはそちら行きませんけれどもね、430キロポストです。東京から430キロ、名神高速は東京までつながっておりますけれども、途中で愛知県に入ってから東名高速というところに切り替わります。つながっているんですけれども、名神高速は愛知県のどこまでかな、一宮の辺りまでかな、小牧とかないかな、ちょっとわからないけれども、東京まで名神高速があるわけではなく、途中から東名高速に変わります。名神高速自体は 2,300 キロのところではないでしょうか。草津ジャンクションまで32キロです。現在地432キロポストなので、草津ジャンクションはおそらく、パストナムが464あたりだと思います。八日市まで2キロです。スマートインターの通行方法は、
20キロや徐行ではなく一時停止です。必ず守ってください。441キロポストあたりにスナモースマートインプリンターがございました。11時24分、 441.6 キロポストで入り口合流。
れてるの分かっててアクセル踏んで頑張っちゃう人が結構いらっしゃるんですが、それをしてしまうと追い越しができません、終わりません、いつまでも並んで走ってしまって突っ込むみたいなことになってしまいます。追い越しかけた側は今までノロノロ走ってたくせに急にアクセル踏みやがってとこう来るわけですね、フラッとするわけです。なのでもし煽り運転というのが、ね、身に覚えがないわけじゃなくて原因を作ってるのはあなたみたいなことになってしまいますので、あの周りを見て、ね、自分がノロノロ走ってしまったり、あのボーッと安全と運転して追いつかれて追い越しに来られたなと思ったら、あの追い越しが終わるまでなるべく早い時間で済むように追い越しに協力してあげた方がよろしいかと思います。誤解のないように申し上げますが、煽り運転を正当化しようというそういう話ではございません。煽り運転はダメです。頭きても煽り運転はなさらないようにお願いいたしますが、されるような原因を作るのもやめましょうねというお話です。振り返ってください。457キロポスト、11時37分、ちょっとゆっくりやってしまったんですが、合流ご注意ください。お互いにスピードを落とし合って譲り合うようなこういうこともたまにございます。まもなく立東インター、国道1号線、国道8号線立東インター出口、458キロポスト、11時38分です。エリアからの合流、左からの合流があります。ご注意ください。左からの合流ご注意ください。およそ2キロメートル先、瀬田東ジャンクション直進です。右側3レーンをお進みください。今のが草津の、ジャンクションの合流でしたね。この合流が草津パークサービスエリアからの合流のようです。ご注意ください。465.6キロポスト、11時44分です。ポストを超えました。 1.2 キロ先、瀬田東インター、瀬田東ジャンクションということになっております。名神高速西宮方面は右側3車線です。一番左、私が走っております一番左側のみ瀬田東ジャンクションということで、刑事バイパスの方に行きいたします。
367キロポスト、11時45分、瀬田東ジャンクション。この先しばらく左です。はい、左手、出口は左手、瀬田東インター出口です。瀬田東インター出口、11時46分。10キロメートル以上先、栗山ジャンクション、直進方向、スイッター、大阪、長岡京、神戸です。合流地点であんまり来ないでほしいんですけど、もう一台来てるんですけど、危ないんでね、合流地点とか料金所とかで追い越しすると事故の原因になるのでおやめください。480キロポストでした。東京日本橋から 480.3 キロということになります。刑事バイパスも0キロポストではなく東京からの、距離ということになって、どんどん数字が増えていきます。おそらく大山崎ジャンクションで、京都縦貫道に切り替わりますと 93.何キロポストということで、今京都縦貫道0キロポストが天の橋立の方かと思います。481キロポスト、数字増えてまいります。東京からの距離なんで数字が増えていきます。11時47分になりました。刑事バイパス80キロです。制限速度80キロ。石山インターですね。石山インターの合流です。インターじゃない、石山入り口です。私の動画は出口がなくて入り口があるとか、入り口はないけど出口はあるみたいな、そういったものは区別しまして、出口、入り口などと言います。大平山トンネル380メーター。私の動画の中では、出口、入り口、両方ある場合のみ、インターとご紹介するようにしております。世間一般でそう呼ぶのではなくて、私の動画の中のローカルルールです。南郷まで3キロ、宇治東まで10キロ、大阪まで61キロとなっております。484キロポスト、11時50分になりました。豊中インターまで 50.6 キロ、大山崎ジャンクションまで25分、吹田ジャンクションまで40分、第二京阪門真ジャンクションまで45分と出ております。今回、第二京阪を通りまして門真ジャンクションの方に行きますので、45分後ということになります。南郷まで2キロ、第二京阪京田辺パーキングエリアございます。22キロ先のようです。しかしですね、あそこのパーキングエリアはかなり利用しているトラックの乗用車も多く、せっかく立ち寄ったのに空いてるスペースがなくて止めることができずにそのままストーリーみたいなことがまあまああります。あまり当てにされない方がよろしいかもしれません。486キロポスト、南郷まで1キロ、下り坂は 4%、 かなりきつい下り坂です。は入り口あるのかな、これ。とりあえず南郷出口とお伝えしておきます。 486.9 キロポスト、11時52分。入り口はなさそうですね。南郷出口です。カーナビには南郷インターと書いてますが、入り口ありませんので、南郷インターから乗れるわと思って行ってしまったら、ね、入り口なかったわみたいなことになるのが嫌なので、入り口出口両方ある場合にしか私の動画はインターと呼ばないようにしてあります。東まで6キロ、宇治西まで8キロ、小倉まで10キロです。京都府に入ります。美濃トンネル320メートル。宇治市に入ります。489キロポスト、11時54分。トンネル4310メーター、かなり長いトンネルです。490キロポスト超えました。
東出口まで2キロの看板。長いトンネルはかなり退屈なので、ぼーっとしてきたり眠たくなったりご注意ください。富士東出口まで1キロです。富士東出口493.9 キロポスト11時58分です。495キロポスト富士西インター出口まで 800m。 富士西は出口があってしばらく来てから入り口あったかと思います。富士西インター出口キロポストがない、キロポストがない。12時ちょうど496キロポストです。
キロポスト12時6分、八幡京田辺インターでは出られません。ご注意ください。八幡京田辺はジャンクションになっておりまして、新名神というか京奈和道、京奈和道の方に復帰しまして、奈良の木津インターの方で国道24号に出発いただきます。京田辺パーキング 2.3 キロ、近畿道東大阪パーキングまで22キロです。京田辺市に入ります。京奈和道方面常用7と書いてます。八幡京田辺ジャンクション 7.9 キロポスト12時8分です。第2京阪引き続き角間向きはこちら3車線、8キロポストを超えております。ここから制限速度60キロに落ちます。本線料金所がございます。左手が何か八幡京田辺入り口なのかな、入り口はあるんですが出口がない。そして八幡京田辺ジャンクションからの合流も左からございます。注意ください。料金所を過ぎますとすぐに左手、京田辺パーキングエリア、京田辺パーキングは 9.2 キロポスト12時9分、京田辺トンネル445メーター、平方東まで2キロです。平方東は出口はありますが入り口ございません。入り口は平方学研が通ります。この左からの合流は京田辺パーキングエリアからの合流です。10キロポスト12時10分です。平方東出口まで1キロ、国道1号と国道307と書いてございます。国道1号線はこれ平行して走っております道路です。国道307は横切っております山越えの道路になります。地柄木などを受けまして先ほど通ってまいりました安志清志があっちの方に行く感じです。滋賀県、はい、平方東出口 11.3 キロポスト12時11分、長尾台トンネルが160メーター、インター指先は別料金となりますと書いてございます。片野北出口の前にまず左手、この合流平方学研入口、平方学研は入口のみ、出口はございません。この合流は 13.2 キロポスト12時13分、第2京阪、制限速度は80キロです。片野北出口まで1キロ、片野南では出られません。国道1号線、国道168号線と書いてございます。国道1号線はこの第2京阪の下を走っております新しくできたバイパスのような道路、もともと の国道1号線は、1キロぐらい西川というのが向かって右手に1キロ、もっとあるのかな、それ分かりませんが、右手に古い国道1号は走っております。はい、14.5 キロポスト12時13分、片野北出口、これ超えますと別料金、片野北は入口ございません。制限速度は80キロ、ここから別料金。次の出口は4キロ先に寝屋川北の出口がございます。寝屋川北出口の手前に片野南入り口がございます。片野南は入り口はありますが出口がございません。角間本線料金所まであと12キロというふうになりました。現在のキロコストが 16.3 なので12キロ足してください。28キロポストあたりに角間本線料金所があるかと思います。第2京阪という道路は28キロほどでゴール地点ということになります。その先は、近畿道角間ジャンクションに接続いたします。寝屋川北2キロの看板が出てきました。 17.6 キロポスト12時16分。
この辺りです。左からの合流は片の南入り口です。片の南入り口、まもなく合流します。この先左からの合流があります。ご注意ください。 18.7 キロポスト12時17分、片の南入り口過ぎますと 500m 先、レア側北出口です。入り口はございません。レア側北出口、19.4 キロポスト12時18分、その次レア側南は出口ございません。レア側南は入り口のみとなります。倍速でお届けしてるんですが、正味2時間を超えました。ちょっとガラガラです。はい、21キロポスト12時19分、リア側第1トンネル330m、リア側第2トンネル350m、慌てしに入ります。まあ、すぐにまたレア側の角度まで戻ったと思います。はい、レア回し、ここからレア回しらしいです。 23.1 キロポスト、3キロポスト12時22分です。最後の最後で言い間違いをしてしまいました。宮川南は入り口は出口はないので、私の動画ではインターというふうには呼ばないように区別してございます。25キロポスト、あと3キロほどで、門真ジャンクションということになります。第2京阪門真という出口が2キロ先、この出口越えますと近畿道別の道路になりますから別の料金が発生いたします。第二京阪の終点は第二京阪門真という出口です。およそ 2km 先、門真本線料金所です。はい、今日土曜日ですので、ガラガラです。東大阪線も森口線も1号環状線に出るまでの所要時間20分くらいということで、どこにも渋滞はございません。2020年12月12日土曜日12時23分です。まもなく最後の出口、第2京阪門真出口。およそ 1km 先、門真本線料金所です。まもなく門真本線料金所です。その先 80m 先、左方向、関西空港、阪神高速、東口です。左手、第2京阪門真という出口です。ちょっとキロポスト分かりません。いよいよ終点、門真本線料金所ということになります。この辺り、キロポスト打ってないんでちょっと分かりませんが、おそらく28キロポストあたりかと思います。はい、門真ジャンクションです。近畿道右の方に行きますと明治市や杉田方面、そちら方面、そして左方向は東大阪、八尾、松原、丹波道方面ということになります。ジャンクション、この2車線の道路も合流で2車線になります。危ないのでこの辺りでお越しはやめましょう。この先合流があります。ご注意ください。はい、どうするとも左車線がなくなる形になります。並んではいけませんのでお越しやめましょう。ご注意ください。大東鶴見入り口です。大東鶴見入り口の合流が左からございます。この先左からの合流があります。ご注意ください。左車、なんで車来てるのに、ね、速度合わせて入ってくるかな。右に避けれたからいいけれど、東大阪北出口です。東大阪北出口です。
東大阪北入り口はありません。出口です、はい、この出口越えますと1キロ先東大阪パーキングというのがございますが、東大阪パーキングはトレーラーは利用できません。残念です。はい、15キロポスト、近畿道15キロポスト、こちらは、近畿道杉田ジャンクション、杉田インターから15キロということになります。三和道の方に向かってずっと数字が増えていって、三和道に切り替わってもそのまま数字が引き継がれます。和歌山の方まで杉田インターからの数字がずっと引き継がれます。はい、左手東大阪パーキング12時27分 15.5 キロポストでした。左手を進みください。その先 150m 東大阪パーキングからの合流 16キロポスト、12時28分、これを過ぎましてすぐです。 300m ほどで東大阪ジャンクションがあります。右側から3車線は近畿道和歌山方面、そしてこちら東大阪ジャンクション、左に取りますと第二半田道奈良方面、そして右に取りますと大阪市内環状線向き阪神高速13号東大阪線ということになります。近畿道は17キロポストあたりです。東大阪ジャンクションです。左から来てるかどうかが見えません。ご注意ください。この合流かなり危ないです。この合流の滑走路がこの 100m 足らずぐらいしかないんです。左からの合流は危ないのでご注意ください。そして 200m ほどあるかもしれませんが、この合流も危険です。かなり飛ばしてきます。ご注意ください。ここがまあまあ渋滞のメッカとなっております。阪神高速13号東大阪線永田料金所です。ここは慢性的に平日は渋滞しております。ご注意ください。本日は土曜日のため続いております。阪神高速13号東大阪線永田料金所越えました。制限速度は60キロです。この先5キロ先に森の宮出口、そして6キロ先に東千葉出口ジャンクションですね。東千葉ジャンクション環状線境方面に行くような環状線境松原方向のようながございます。そして西千葉ジャンクションが7キロ先、その西千葉ジャンクションで16号大阪高線と3号神戸線、そちらの方に行けます。そのまま1号環状線ぐるっと回りますと11号池田線、そして12号森口線の方に行くような環状線の方に行けます。はい、阪神高速13号東大阪線はもうこの辺りで終わらせていただきます。現在時刻12時31分です。はい、長い動画最後までありがとうございました。お疲れ様でした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。